最後の昭和の大スターとも呼ばれた松方弘樹さんは2017年に永眠しました。脳リンパ腫という病気で亡くなりましたが、以前から体調を崩していたそうです。名奉行遠山の金さん、仁義なき戦いなどの代表作で知られているのはもちろんですが、マグロ釣りが趣味で多くの記録を持っていることでも知られています。もしかしたら女癖の悪い人というイメージを持っている方もいるかもしれませんね。幾度にわたる結婚離婚でワイドショーを大いに騒がせた松方弘樹さん、今回はそんな松方弘樹さんの女性遍歴と複雑な家族関係、また衝撃の最後とまさかの遺産額、豪邸の行方についてご紹介していきます。彼は1942年7月23日目黒浩二として東京都王子区、現在の東京都北区に生まれました。父は時代劇俳優の近衛十四郎さん、母は女優の水川八重子さんという俳優一家に生まれ、17歳でいきなり主演で映画デビューを飾りました。もともとは歌手を志望していたそうですが、一緒に歌を学んでいた五木ひろしの歌声で自信をなくし、父親と同じ俳優の道に入ることを決意したそうです。当時の映画界は映画会社に専属俳優として所属することが主流でしたが、彼はフリーの役者として活躍していました。転機となったのは1969年、当時大映で勝新太郎さんと人気を二分していた市川雷蔵さんが37歳の若さで亡くなったことでした。彼は市川さんの穴を埋めるために大映にレンタル移籍することになり、市川さんの当たり役だった眠り京志郎のリメイク作品などに出演し活躍。その後東映で仁義なき戦いシリーズに出演し、悪役もこなす演技力で注目を集めました。さらにテレビ時代劇名奉行遠山の金さんでお茶の間の人気をものにすると、トップスターへの階段を駆け上がっていきます。また映画プロデューサーとしても評価されており、1995年に制作総指揮を務めた蔵は日刊スポーツ大賞石原裕次郎賞を受賞しました。こうして昭和映画の全盛期を最前線で駆け抜けた彼、当時の映画俳優には豪快なエピソードが多数ありますが、彼も負けず劣らずの豪快さの持ち主でした。手にしたギャラはスタッフに還元したいと大規模な飲み会を開催し、いつの間にかついてきたファンの分も合わせて総勢60人分の会計を一人で支払ったり、一晩で7升のお酒を飲み干したり、ある時は5人で訪れたステーキハウスで2000万円の会計を叩き出し、それを全て現金で支払ったこともあるそうです。こうした豪快さを女性たちが魅力に感じたのか、とにかく女性が絶えなかったのも彼の特徴の一つ。泣かせた女は間違いなく1000人以上と芸能リポーターに語らせるほど多くの女性と縁があった彼は、その結婚離婚歴も凄まじいものでした。まず最初の妻は夏子さんという女性、元祇園の舞子さんでモデルの経験もあるそうです。夏子さんとは3人の子供にも恵まれましたが、彼の不倫によって離婚、約10年の結婚生活は終わりを迎えました。次の妻が女優の西名明子さん、大河ドラマでの共演で知り合った2人は、彼が既婚者だった時から同棲していたそう。西名さんのお父さんで俳優の岩井半四郎さんが苦々しい顔で2人の関係についてインタビューされる様子はマスコミにも大きく取り上げられました。西名さんとの間には2人の子供ができますが、今度は千葉マリアさんという歌手との不倫が発覚。しかも千葉さんとの間に子供がいたという隠し子騒動にまで発展します。このことに怒った西名さんは不倫を許し、隠し子を認知することは認めたものの、代わりにパイプカット手術を受けることを要求。この段階ですでに6人の子供を作っていた彼、確かにこれ以上よそで子供を作られたらたまったものじゃありませんよね。彼もパイプカットを受け入れて実際に手術を受けたそうです。これで一安心かと思いきや、西名さんが子宮頸がんを発症し闘病している最中に祇園の高級クラブで出会った30歳年下の女性を見初め不倫関係を開始します。1995年にはその女性を山本麻里子という名前で女優デビューさせてしまったのだから、彼も相当入れ込んでいたのでしょう。そして不倫関係が始まって7年ほど経った1998年、西名さんが週刊誌に告発する形で不倫が公表され、彼と西名さんは離婚、山本さんとはその後彼が亡くなるまで添い遂げましたが、
籍は入れず事実婚の関係だったそうです。こうして考えると彼一人に対し元妻二人、元愛人一人、内縁の妻一人、子供6人とかなり複雑な家庭であることはお分かりいただけると思います。最初の妻である夏子さんは恨む気持ちなんてありません、感謝の気持ちでいっぱいですと語っていたそうですが、他の女性たちや6人の子供たちの心中は複雑なものが渦巻いているかもしれません。複雑な家族関係であるとはいえ、多くの子供たちにも恵まれた彼、そのお葬式はさぞ多くの参列者に囲まれ華やかな最後だったと思われるかもしれません。しかしその実態は昭和の大スターにしては寂しいものでした。彼の盟友で同じく俳優の梅宮辰夫さんによると、参列者は俳優である弟の目黒祐樹夫妻、最初の妻との息子と娘、内縁の妻である山本さん、そして梅宮さんの6名のみだったそう。密葬ではあったものの、元妻である夏子さんと仁科さんはともかく、子供たちは全員参列してもよかったのではないかと思いますが、実際には2名のみが参列。梅宮さんも事情があるんでしょうけど寂しかったとこぼしていたそうです。また生前も最後の方は精気があまりなく、体重も40キロにまで落ちていたそう。人が来てもぼーっとしている、反応がなく咳込んで苦しそうだったと、かなり衰弱して亡くなった彼、豪快に飲み歩いていた彼を知っている人はその姿だけで寂しさを感じたことでしょう。彼が亡くなった5ヶ月後、梅宮さんが発起人となって忍ぶ会が行われた時には825人の関係者が参列したそうです。多くの参列者を募ることができたのは、密葬のわびしさは豪傑松方弘樹には似合わないと奮起した梅宮さんの心意気あってのことかもしれませんね。そして彼ほどの大スターが亡くなると避けて通れないのが遺産の話です。前世紀の年収は10億円を超えていたと言われていた彼、山本さんと籍を入れなかったのは遺産目当てで結婚したという心ないバッシングや遺産相続のいざこざから山本さんを守るためとまで言われていました。しかし実際はほとんど資産を残さず、わずかな貯金を山本さんに残しただけだというのです。理由として挙げられるのが彼の豪快なお金の使い方、お金が入れば全て周りに還元したいという信念があり、その通り実践して生きていた彼はそれほど溜め込んでいなかったと言われています。飲食代に1回数百万から数千万、趣味である釣りには億単位のお金をつぎ込んでいたとも言われ、とにかく豪快にお金を使っていたそうなので、あまり残っていないのも納得かもしれません。また幾度の不倫を繰り返したことで離婚のたびに多額の慰謝料や養育費を支払っていたとのこと。夏子さんとの離婚では慰謝料3億円と養育費、仁科さんとの離婚の際は慰謝料はなかったものの養育費50万と3000万円のローンの支払いを受諾。この他に認知した子供の養育費まで払っていたというのだから、それだけでも資産なんて吹っ飛んでしまうほどの金額になったことでしょう。実際京都に持っていた2500坪の土地に立つヘリポート付きの大豪邸を2004年に売却した原因は子供たちへの養育費だと言われています。生前には常々、俺は何も残さないけど記憶に残る役者になりたかった、それが勲章だと語っていたそうで、まさにその信念通りの最後を迎えた彼。彼の死後2019年には盟友である梅宮さんも亡くなっています。きっと今頃共に切磋琢磨した往年の銀幕スターたちと大好きなお酒を酌み交わしていることでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。